はい、どうもこみです。さて、本日はつむぎゆみさんからですね、お届けしたいと思います。タンホール14のアタック、珍しいですけどもね。で、前半つむぎゆみさん、後半関西クラクラクラブに移っていきますね。まあ、半々で、今日タンホール14の動画をお届けしたいと思うんですけども、自分のチャンネル基本的にはクラン対戦の解説動画やっております。タンホール12から14までですね、幅広くやっておりますので、ぜひですね、今回14になりますけども、最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してもらったらすごく嬉しいです。というところで、今日見ていくのはですね、スーサイドですね。スーサイドがね、すんごいのはちょっと出てきました。いや、マジですごいっすよ。あのね、タンホール14のこのレベルです。あの相手が。タンホールはもう当然レベルマックスですね。えげつないぐらいのポイズン効果を発揮するこの村ですよ。あと、タンホール。で、プラス、相手のマルチインフェルノ2本レベルマックスですね。で、ここですね。で、投石機は2個レベルマックス。もうこれもタウンホール13レベルとは決して呼べないですね。もう14レベルの、きっちり防衛力を持ったこの村に対して、このコズさんのアタックが、マジですごい。めっちゃ呪文残しますよ。何が起きたの一体みたいなね、感じになっちゃうので、ぜひ見てみてほしいんですが、突撃艦スパビーですね。まずこいつをタウンホール手前に落とします。タウンホールから2マス離れたところに落とす。これ鉄則ですね。守って相手の防衛軍を釣りながら、それもスーパーウィザードの遅延に巻き込んで潰すんですね。で、ベビドラを出してるのが功を奏してるというか、このベビドラを出すことによって、スーパーウィザード、あと、スーパーウィザードのいる方に、ストライカーたちがね、こう寄ってきましたね。そういうのがちょっと期待できたっていうところで、で、ここを潰したわけですね、スーパーウィズで。潰すことによって、ここの部分っていうのをヒーローが潰しやすくなるんですね。まっすぐ向かいますから、これ横に取れるってことがないわけですね。タウンホールのところを潰すことによって。で、当然横打ちもない。で、タウンホールってやっぱり今タウンホール14におけるもう最重要防衛施設なんですよね。防衛力がめちゃ高いんで、こいつを序盤にパビできっちり潰せる。おまけに相手の防衛軍も潰せるってところが大きくって、で、これができたことによって、これ真ん中のね、マルチインフェルマって、ロイヤルチャンピオンが届いていくんですね。で、こうなってきたらもうあとはもう、ラバルはもうなんていうか添えるだけですよね。アイスゴーレムが今ターゲット取ってくれて、相手のロイヤルチャンピオン、これ固めてくれましたよね。リーグル砲のとこまでアーチャークイーンが入ってきながら、後ろにまだこれ、ユニコーンを添えちゃってるわけですよね。クロークも残してます。で、バルーンに関しては当然ながらこれ、広い方から狭い方へこうね、集結させていくこの流れで動かしていきますね。で、このままアーチャークイーン、これ最後まで生き残るんじゃないかな、確か。で、今残ってる呪文に関しては、フリーズ4発のヘイスト2発。で、インビジンが1発ですね。もしでも7枠残ってるんですけども、この7枠の呪文を全然使わずに済んじゃってるんですね。この破壊力ですよ。いやー、これね、なんか序盤の、ここに落とした、なんだっけ、コスビズに対しては、そんなになんか、もったいないんじゃないかなって僕思ったんですね。こんだけでいいのみたいな、ふうに思ったんですけども、まあ、結果的にやってる仕事っていうのが、タウンホールと防衛軍の破壊及びタウンホール周辺の施設の、カットを担ってくれてるので、結構そこでカットしようと思ったら必要になってくるユニットっていうのを節約できてるんですね。ちょっともう一回見てみたいと思うんですが、テスラなんかも、なんだ、突撃艦の落下ダメージを壊しちゃってるんですね。なので、それが、なおさら相まって、だいぶ効率的な破壊になってるんですよ。これ、ドンって落ちることによって、テスラとかを壊して、で、さらにそこから、レイジー、インビジをかけていって、ストライカーも今これ巻き込みましたよね、こういう風にね。スーパーガーゴイルも、ベビドラに上の方にいるベビドラにこう、釣られてるところを、スパビズが殴り倒していくという感じですね。で、ここでもスパビズが落ちるのですけども、タウンホール周辺、プラス相手の防衛具をほぼほぼ完封できてしまったので、そこから敵が伸びまくるっていうことですね。いや、このポテンシャルをね、今ヒーローのレベルはマックスだし、ヤクとか、とオールとか、ユニコーン、そういったまあペット集団ですよね。のレベルもレベル5を超えている、まあ、ポーションを使っているからですけどね。超えてるんですけども、要するに超えてくると、これぐらいの破壊力が、ラバルを出す前にできちゃうってことなんですよね。で、アイスハウンドプラスラバーハウンドを添えてきているので、この2つがきっちりターゲットを取りながら残ったバルーン29体がもう暴れまくるということですね。いやー、これ見せられちゃうとね、ちょっとさすがにもうスーサイドをやらざるを得ないなって感じですよね。さっきヒーローに注目したので、今回ラバルに注目していくと、ラバハウンドを出しながら、爆弾回収してきっちりですね、バルーンたちが赤爆弾とか食らわないようにしますね。
12時側のバルーンに並走をかけて、3時側に早く来いよってことで誘導をしています。で、ストライカーに投網をかけるタイミングでバルーンにもしっかり投網が入っているので、相手のアーチャークイーンのダメージ完封しながら、ストライカーがアーチャークイーン撃破、バルーンが投石機に向かっていくというところですね。投石機に関してはもうこれアイスハウンドがついてますけども、若干これバルーンにターゲットがいっているものの、もうこれ問題なしですね。アイスハウンドも最後は多分これ弾けずに終わっちゃうんじゃないかな。で、圧倒的にもうアーチャークイーンが残ってるんで回収も早いし、バルーンももう数が半端ないし、まだ手持ちのバルーン5個残ってて、手持ちのガーゴイルも5体残ってるのか。だから合計で、21枠分のユニットも手元に残しながら呪文7枠残してるという、まあ、この圧倒的さですよね。いや、本当にすごいわ。これがやっぱできちゃうのが今の14の環境なんだなっていう、これは確かに対空に対する、防衛側の強化っていうのは必須かもしれないですね。やっぱちょっとヒーローが強すぎるっていうことが起こっている気がします。はい。というところでですね、まあ、本日ちょっとですね、もう一本、コズさんのアタックをもう一本見ていきましょうかね。同じような感じでやっていくんですね。相手の、ね、今回は防衛軍は釣るだけで、攻しきれはしないんですけども、今回みたいにこう手前側にタウンホールがある場合の、まあ、そういう村に関しては結構ですね、見かける頻度多いんじゃないかと思います。そこに対して、あえてこうね、トスラバとかにせずに奥まで突っ込ませるんじゃなくても手前側で、バビットを出していきながら、効率よくですね、コストを使って、質を削っていく。宝石まで壊せましたね。防衛軍は残念ながらこれ、スパビで倒すことができなかったんですが、まあ、細かい援軍は、潰すことができたし、まあ、それに対してしっかりと、ポイズの呪文これかけてですね、バーバリアンキングでターゲットを取りながら、ターゲットを取りながら、ポイズで焼いていくという形ですね。で、ババキンたちと合流する形で、ここの、クラン城がある分に、アーチャークイーン、ロイジャーも突っ込ましていくという格好になっています。やっぱね、トスウィズを使ってしまうと、序盤で、トスウィズっていうのかな、トスウィズにと、ラバハウンドをつける場合か、つけてしまうと、まあ、序盤でやっぱ30枠のラバハウンドを消耗しちゃうので、で、バルーンと違って別にこいつはそんなに施設を壊してくれないんですよね。なんで、あんまり美味しさがないんですけども、バルーンを使って、まあ、クロー爆弾とかを回収しながら、突撃艦を出すと、まあ、それが防衛も壊してくれる。さらに防衛軍だけではなく、中から出てきたスパビスが、ストレージ系も壊してくれて、次に出てくるヒーローのためのカットがそこでできるってことですね。手前側に落とすメリットは、タウンホールを壊せる、相手の防衛軍を倒せる、ないしは、ま、最低限釣れる。で、かつ、タウンホール周辺の、サイドカットができる。この3つが当てはまる場合っていうのは、手前側に落としてしまって、そこからヒーローパートをより伸びやすくするような形を作っていくっていうのが、結構ですね、使える形、まあ、パターンになるのかなというふうに思いました。まあ、僕もちょっとですね、今やっぱヒーローが圧倒的に強い環境なので、これも、数差でやらなきゃダメだよなと思っていて、ちょうどやろうと思ってたんで、まあ、そのタイミングで、見せてもらったこのコズさんのアタックはすごい参考になりますよね。この2本目だったって、フリーズと、ヘイスト残してますからね。残した状態で別にバルーンの数も圧倒的だし、ガンゴールも全然いるし、アーチャークイーンもね、ユニコーンを引き連れてこう生き残っているわけで、なんならアイスハウンドも弾けてないという状態ですよね。こうなってくるとちょっと半端ないレベルの、この攻撃力の高さだなっていうのも改めてこう実感させられますね。というところでですね、本日残り2本は関西クラクラクラブから見ていきたいと思います。ちょっとですね、このタイプのスーラバ以外にも、いろんなパターンでスーラバってできるので、まあ、それをちょっとね、参考に紹介したいというふうに思ってますので、ぜひね、最後までご覧ください。こちらになります。はい、ではこちらですね、ハッシュさんのアタック見てほしいと思うんですが、今ちょっとね、少し、レベルを下げたリーグに参加してしまっているので、相手の村がね、若干弱くて、見応えが少し下がるかもしれませんが、見てほしいのはですね、今回突撃艦にラバハウンドを添えて出していってます。で、こうすることによってしっかり奥まで刺していって、相手のタウンホール、さらには投石機、イーグル砲、防衛軍、インフェルノ、これ全部まとめて折っていける。まあ、こういうところにですね、突撃艦を落としていくタイプのパターンですね。で、これがまたね、やっぱ決まるとめちゃんこ強いんですね。ギリギリイーグル壊さなくてちょっと相手だったって感じだったんだと思うんですけども、防衛軍もあともバルーン1体と、ガーゴール1体もポイズンをかけてこのまま一気に焼き切ってしまおうという構えですね。で、相手のイーグル砲の方面にしっかりヒーローたちを入れていこうというところ。で、もうこれは、ウォールブレーカーも節約してますね。おそらく、スーパーウォールブレーカーするとザクエリ食っちゃうんで、そこも節約して、ファーミング重視の、編成になってるんじゃないかと思います。これロイヤルチャンピオンもいないですね。だからね、ほんとね、
今僕らロイヤルチャンピオンがいないとか、そういうヒーローがいないような人ばっかなんで、自分も含めてですね、少しランクを下げた、別邸と呼ばれるね、サブクランの方で、ね、クラン対戦リーグ、今回は参加します。まあ、次の来月くらいから本体の方でね、シャンプー1でがっつりやれるかなと思ってるんですけども、今のパターン、奥まで突撃艦スパビズを落とすことによって、ここですね、この部分をがっつり突撃艦のスパビズで倒す。で、残ったこの外周部、ここのところを、ベビドラで倒すんですね。ベビドラで。で、そこからヒーローパートを展開していくっていうパターンですね。今まだアーチャクイーンがこれ生き残ってますよね。まあ、ペットがいてレベル80のアーチャクイーンとかだと、そう簡単にはですね、落ちることがないのですよね。バルーンが先に防衛軍を壊してしまうんで、アーチャクイーンがもう回収に回れる。まあ、隠しとしてはあるんですけども、ロイヤルチャンピオンがいない中でのこの攻めっていうのは非常に、破壊力の凄さを物語りますよね。ロイちゃんがいてペットがいたら、まあ、それは当然、ボコレで当たり前だろうと思うんですけども、ロイちゃんなしで、まあ、行くと、やっぱり、その相手の村の弱点にきっちり突入を落としたってところが、もう、勝負の決め手だったかなってところですね。もうこんな風に、手前に落とすだけではなくて、奥に落とす、タウンホールが中心部分にある場合っていうのは、むしろ奥に落としてあげて、タウンホール、HP の高いタウンホールからのチェーンに期待したりとか、ないしは、中央部分でやっぱ、重要な防衛がまとまってるケースが多いので、そこをまとめて、スパビズで潰していくことができると、そこからさらに外周部分のヒーローの、まあ、削り、スーサイドパートですね。これが伸びるようになるので、そのままですね、バルーンたちのルードが作れて、割と比較的簡単に、ラバルが決まっていくということですね。まあそういうような形が作ったのがこの橋田のアタックでした。なんで、まあ手前に落とすさっきの、コズさんのパターンと、こう奥に落とす橋田のパターンですね。まずどっちでもやっぱり使えると思いますので、相手の村を見て見極めながらそれを使い分けるっていうのが、まあ大事になってくるのかなというところですね。やっぱ突撃艦スパビズですね。強い。今やっぱりこれがね、本当に刺さるんですね。ちょっと前の動画で話しましたけども、必ずしもタウンホールを落とせなくてもですね、タウンホールがないところらへんに、めちゃくちゃ投石機とか、もうEUとか、もうインフェが密集してる、アシャクイがいる、もう援軍もあるみたいなところがあったりするわけですね。そういう場合には、そっちに落としちゃってから、タウンホールはもうヒーローでサクッと折っていくみたいな。パターンでもラバルできちゃうし、もう今やっぱね、突撃艦スパビズからのラバル、これがすごくいいなっていうふうに思うんですけども、もう一個ね、考えるとすると、こういうパターンですね。まあ、昔タンホール9なんかで流行った、なんだ。ハイブリッドって呼ばれるやつ。まあ、海外でハイブリッドって言うと、ディガホグのことをハイブリッドって言うらしいんですけども、日本でハイブリッドって言うと、まだやっぱこっちの方が、知名度的にはというかね、皆さんの思い浮かべる印象としては多いんじゃないかなって思うんですが、ですね、ボーラーにクローンをかけていって、で、中央部分で爆発させるんですね。まあ、爆発ってのは別に本当に爆発するわけじゃなくて、爆発的な破壊力を出させるっていう。で、それをさせた上で、ヒーローたちがそこにこう、追い重なっていって、中央をごっそりくれ抜いて、で、残った外周部分をラバルで回す。本当に昔の本当の、なんだ、ハイブリッドに似てますよね。こんな感じでヒーローと突破兵器を一気に中央部出していきながら、クローンでボーラー増やして、トームレイジで一気にボーラー暴れさせまくっても、真ん中ごっそりくり抜きますよと。で、アーチャークイーン、バーバリアンキングも全部この中央部分に入っていってるので、それによって、もうこれはやばくねえかほとんど、ですがないじゃないの。もうロイヤルチャンピオンまだ出てない状態ってこれですからね。下手すりゃ下側からロイちゃん回していったら、もうか上側とか何もなくしてもいけちゃったんじゃないかな。今回上からロイちゃん出してますね。個人的には下からロイちゃん出した方がなんとなく良かったような気もするけど、どうなんだろう。マルチインフェルノがあるから上からロイちゃんだったのかな、もしかすると。かもしれないですね。フリーズニアス、ヘイストニアス、残り手持ちのバルーン7体ですね。ここまでいるともう、きっちりと投石のターゲットをイエティでこれですね、取りながら、バルーンで、投石を折っていく。この辺の小技もすごいですね。さすがリキさん。本画家佐藤さんっていう方なんですけども、めっちゃくちゃうまい。ロバダシのネクロマン、ネクロマンサー編成がね、結構得意な方なのかなと思っていたら、ラバルもできても、陸も空も何でもござれですね、この方。マジですごいな。でも、やったやった。やりやがった。どうやった。いや、でもまあ、これはね、どやりたくなっちゃうレベルですね。ヒーローが、4人全員いたので、もうこのレベルの村であれば、ね、相手がかわいそうなレベルかもしれないですね。うん。
はい、というところでですね、まあ、本日はスーサイドラバルに関するアタックを、4本見てもらいました。ちょっと簡単にまとめると、やっぱ突撃艦スパビズからのスーラバが強いですね。中央部分にタウンホール含めた重要施設が密集している配置っていうのは、まあ、そんなに最近多くはない印象ですけども、あった場合には、ラバハウンドを添えて奥の方に突撃艦を突っ込ましちゃうっていうパターンも、3番目のアタックかな、ハシさんのようにあるし、1本目2本目のコズさんのようにですね、手前側に、タウンホールがある場合、さらにそこで相手の防衛軍にまでこうスパビズがアプローチできるような位置関係にある場合っていうのは、そこをもうスパビズでラバなんか使わずにシンプルにもうバルーンを、ね、縦にしながら突っ込ましちゃって、でそこからのスーサイドでがっつり削っていくと、やっぱりですねコストも余るので、比較的、ラバルパートっていうのが、呪文なしでも安定しちゃうレベルになってしまうし、ヒーローたちも、まあ、ラバルの展開を早めてしまえば、まあ、終盤バルーンたちがラバハウンドがターゲット取ってくれてアーチャークイーンが生き残るとかね、いうケースが往々にしてやっぱり生まれてくるので、まあ、このスパビズを使ったラバルっていうのは、まずどうしても今の環境もまだ外せないかなっていうふうに思うし、でかつそうでなければ今、最後リキさん佐藤さんですねがやったように、序盤ですね、おでひで軽く削りを入れておいてから、ウッドランチャープラスヒーローでボーラーにクローンかけてごっそり真ん中削ってあげて、クローンレイジトームですね、で一気にボーラーを守りながら中央部削り入れて、外周部分をサクッとですねロイちゃんとラバパルで削っていく。これは前ジョーカーさんが動画にされてたような気がする。多分そっちの方を見てもらった方がおそらく、この攻めに関しては詳しく話があると思いますけども、そんな形でですね、ヒーラーを無理に使わない攻め方をするっていうのが、まあ、これからの重要の環境どうしても主流になるだろうなと思います。ペットがやっぱりいて、ヒーラーを使った、まあ、食い火とかが少し難しくなってきてる気がするんですよね。なのでそこをですね、ぜひ逆手に取ったスーサイドの、ね、攻め方っていうのをぜひね、身につけてもらって、重要の環境を楽しんでもらえたらいいんかなというふうに思います。僕も頑張っていくんで、ぜひ一緒にラバルやりましょう。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思いますが、よろしければぜひグッドボタン、チャンネル登録してもらったら嬉しいです。また、私のチャンネルですね、タウンホール12から14まで幅広くクラウン対戦の解説やっておりますので、皆さんのタウンホール隊に合わせた動画、どんどんこれからもお届けします。ぜひご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。